大事にしない人でビジネス成功してたって、それは瞬間風速でいずれなくなっちゃうと思う。じゃあ例えば、うん、奥さんと一緒に会社経営、まあ、立場は別としてやっていて、意見が合わなくなったっていうので、まあ、離婚したり、会社を倒産させたりっていう人が、まあ、離婚したとして違うパートナーと組んだと言っても同じ結果になる可能性が高いですよね。原因を高い、ね、そこの関係を、まあ、協議でうまい、ちゃんと合意の上の離婚ならいいんでしょうけど、その事業の失敗から来るものであったら、たとえ別れて違う人であってもまたそこで同じようなことが起きて、いやいや、あの火種というか火元が残ったまんまなんで、おかしくなっちゃう根本原因を表面だけ形変えたって、その根本原因が残ってんだから、火元が残ってんだから、また火災になりますよね。ね、だからそこを改めないと、だからなんか自分なりの正義ってみんなあるんだろうけれども、そもそも、ね、あの奥さんって一番近い人じゃないですか。でそんな人のたとえ意見が違ってもそれとすり合わすことすらできないような人が何か物事を成し遂げるって無理なんじゃないですかね、僕ね思うんですけどね、どんなね、あのやり手の人でもどんな人でもね、やっぱ奥さんとは特殊なんですよ、だからあの奥さんにおかげでねっていう気持ちを常にあれば、大体こうならないんですよね。だからあのね、板橋の誰かさんも言ってた通り、誰々のおかげでしょって、そうなんだよねって素直に言えるよね。だから僕はあの結婚式なんかでも祝辞なんかやるときね、お互い旦那さんが1/2、奥さんが1/2、2人合わせて1、ね、だから1つかけてもダメなんだよと、そういう思いでずっと見てがいいんじゃないのと。自分が変わっていくと奥さんもどういうか変わっていくわけですよ。うちの女房は頑固なんだからって言うけど、そういうあんたがうちでこんな話なんですよ。うちがね、トラさん好きでしょ、トラ見てるとね、もうカチッとくるからね、あんたね、うちの奥さん言うの、あんたね悪いけどね、ほらトラさん出てくる、ほらいるだろ、あそこに出てくるさくら、ああいう女性になってほしいんだよ俺はって言ったことあんのよね、奥さんに。そう、そしたらね、何言ってんの、あなたね、桜桜って言った。私はね、同じ桜でもね、トラさん出てくる、同じヒロシでもあっちのヒロシの方が全然いいよって言われた時。そうだ、ヒロシってね、桜の旦那ね。で、私もヒロシって名前なんだよ。はい、で人のことをね、ああいう桜になってほしいって言うと、向こうから見ればね、ああいうヒロシになってほしいっていう、考えてみたら、言うんじゃなかったなと思って、ね。だ自分が変わるということ、難しいけどね。そうすると相手が変わるっていうのは僕の体験ではありますね。ただまた戻りますよ、でも年に、ね、10回変わって10回戻ったのは年に今度ね、これがもう3回で良くなったり2回で良くなったり、あと自然体でこうそのままいけると、でこれ身につくっていうかな、でそうなるにはやっぱり何十年とかかるのかなっていう気がしますけど、だから結婚って修行だよね。修行、修行って苦しいことじゃなくて、腕を磨くとか、修行ってのは自分が成長することじゃないですか。堅実だってね、苦しいと思って堅実だっていないからね、腕を磨くわけでしょ。僕剣客商売好きでいつも見てんだけどね、剣客商売出てくる藤田誠、ああなったら偉いね、なれないね僕は、なかなか、でこれで指導を受けてね、ちょっと変わった気がしますけども、そんな気がしますね。最後にねお聞きしたいのは、はい、松井さん、親とつながる、奥さんとつながるっていう中で、挨拶が大事だということを常におっしゃってるんですが、ちょっとそこの説明をお願いしたいんですけども、はいはいはい、あのね、あの言ってる間には自分ができてないとかって、この間ね、あの小野寺さんにね叱られて やったんですけどね、あの僕はあの浅草のね本願寺っていうところでね、お坊さんが修行に来てるところなので、びっくりしたのはね、僕ら臨時だったら挨拶全然ダメなんですよ。なんでこのね、で見たらね、そこの学園長って名前出してるけど、ね、その先生まるっきり挨拶ダメなんだよ。こっちが挨拶して知らん顔してた。それでこれじゃね、念仏を教える前にまず挨拶を教えんだから、教えてかやってもらうダメだなと思って、よしと思って自分がもうお坊さんの前だったら立ち止まって、これ誰が教えられたんだな、立ち止まって、あ、おはようございますって、おはようございますってやってるよ。それをずっと続けた。半年だったろね、そこの東門さんが、いやみんなね、うちのね、あの若衆って言うんですけどね、その人たちが挨拶が良くなったって、見て誰が見てたんだね、そしたらみんな挨拶できるようになったってことは、挨拶するっていうのは人間対人間の信頼を生むことになるし、
スマイルもできるし、怒りながら挨拶する人いないじゃないですか。ね、身近になるし、お仕事何ですかってこうなるじゃないですか。だから挨拶がまず物事行動の一番のスタートなのかなっていうことを通常に感じましたね。で、この間ね、あの小野寺さんのことでしょ、はいはい、で僕も珍しくね、何十年ぶりに指導を受けたんですよ。何十年ぶりに、うちの奥さんびっくりしてる。俺さ、私せがれとね一緒に住んでんだけども、せがれのやつは俺に挨拶しないしね、俺の言うこと聞かないしね、俺もあんま口聞かねえんだって言ったら、松井さん、あんた元経営者でしょ。そうです。それにね、取られてんの。あんた経営者に取られて、過去に、それから俺は父親だって取られてる。倫理は違うでしょ。自分自ら挨拶しなさいよ、過去捨てなさいって。そんなこと分かってるよって言って、分かったってできてないじゃないのって、あっきり言うから私とそっくりって言うんだよ、私もそうだったって言って、それで今日からね、あんた帰って息子さんに自分から今日のよ、ね、挨拶、昨日こういうことあったよと、出かけるとか行ってくるよとやんなさい、絶対息子さんに変わるからって。なんだそんなの、いろはのいいでしょ。まあそうだなと思ってやったのよ。そして2日3日だったら向こうからお父さん話しかけたんですよ。あ、すごいな、倫理の力って、俺何年倫理勉強やってきたのに、偉そうに言ってけど、偉そう言ってけどね、できてなかった。今話するようになった。あれね、小野寺さんだから知ってても分かって、倫理分かっててもね、できないね。だできないんだから、ね、できてるつもり、錯覚。だその時素直にね、素直に指導受けたらいいと思う。ただいろいろいますよ、指導受ける相手もいますけども、あれはショックだったんですよ。全部捨てなさいって、あんた偉そうなの。で一番ショックだったら、あんたは父親って意識しすぎる、置いて役に従えてあるでしょ。あなたがね、息子さんに頭下げてね、挨拶しなさい、息子はしねえが俺もしねえ何勉強してきたのって言われちゃってね。うん、令状書きましたよ。どうぞ、あの倫理ねやってる方は分かってるつもりですから、皆さん知ってるつもり、知ってない。だから素直にね、これはっていう人にね、まあ不動産なんかね、もういろんな人と会ってるから、素直に素直にあの相談したるっていうかな、そしたらヒントというか、自分で知ってるつもりが、あ、知ってなかったってことに気づくと思うな。例えば挨拶しなさいって言われて、例えば奥さんにね挨拶しなさいって言って、最初なかなかこう心から言えない、言えないね、ってあるじゃない、あるある、息子にも言えないと、ただまずは口だけでもいいわけです、心なくても。これがね、僕できないのよ、心にないとできない。だから僕の好きなね、あの誰に教えてもらった歌がね、心は行動となり、行動は臭癖を生み、臭癖って癖のことです。臭癖は品性、品性その人の人格だな、品性をね作り、品性はその人の運命を決するっていうのがあるんですよ。だから例えば心はできてないけども、形から入っていく場合に、型から入って心に至るって、形から心を作り出すことはあるのね。墓参りなんかそうだね、親を尊敬するから墓参りするんじゃなくて、もう嫌いでもいいから墓参りやってるうちに、だん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 ね、なんか知らないけどね、3回4回5回10回目に墓の前に行った涙がこぼれたってあるじゃないですか。だから型から入って心に至るってことはあるんですね。ただタイプがあってね、心を持つから行動にするっていうのはあるんですけども、だから心が湧いてこなかったら、まあ、形でもいいからやればいいんじゃないかな。僕の場合できないです、心に思わないと。それはタイプがってことですね。タイプがね、お父さん、これがあれですか、実践をとにかくいいからやってみなさい、やってみる、やってみる、脳がけいいからやってみる、やってみると、ね、疑うとか、ね、信じすぎるとかじゃなくて、やってみれば答えが出るんで、やってみる。ただ本気に幸せになりたかったらですよ、やってみましょうって、ね、本気に幸せになるんだ、家庭持ったら家族も幸せになるんだ、なってもらうんだって、ね、亡くなった先祖も一緒にでしょ、法事なんかあるんだ、みんな幸せをしたいんだって本気に思わないと、理屈抜きでできないんですよ。中に自分が変わるぐらいなら今のまま我慢していいっていう方もいらっしゃいますよね、自分だけは変わりたくないっていう、なんかなんでと、まあ傍から見ると思うんですけど、本人はやっぱり変わりたくないんですよね、周りに変われと思ってるっていう方はたまに見るんですよね。僕はだから変わるっていうのは大変勇気がいることなの、
帰りたくないっていうのは言い方してるんだけど、なんか自信がないんじゃないかな。うん、そうそうそう、分かるわ。だって人生って自分だけの問題じゃないから、絡みがあるから。だからその人本音、本当ですかって聞いたら、いや本当は帰りたいんだけどさ、俺帰り方も分かんねえし、帰っちゃうとダメになっちゃうんじゃねえかなって人いますよ。なんか全部失う感覚になりますよね。なんでしょうね。だからその中にしがみついてると変われないんですよね。手放さないとね。その時に別なものをつかむのよ。そうするとこれ話すのよ、はい、これ取ろうとするとね、夢中、余計話さないよね。先に違うものをつかむわけですね、うん、そうそうそう。で僕の場合は運よくね、凛々に出会ったからですよ、うん、これ一野さんとおばあちゃんにね、これも凛々に会ったきっかけだけど、一野さんとおばあちゃんにね、僕電気屋さんやってた時に電気ストーブね、そこで直しに来たの。で見たらヒューズが一本切れてんので、直したので、あぐる日取りに来たの。治りましたよ。あ、そうだ、おいくらですかって言うから、いやヒューズ一本切れてる、お金いらないって言ったら、いやそうはいかないから、お金払う、うん、いやいらないって言ってんの、うん、いやでも先生しつこいな、あんたもいらないってやられんだよって言ったのよ。そしてあすいませんってびっくりしながらね帰ったら、あくる日ね本を置いてったのよ、うん、青年っていう本と新生と、うんうん、それでなんだこれ、なんだこれ、なんだ道徳かよ、ね、ぶん投げてた。そしたらね、綺麗な声で電話かかってたのよ。あの斉藤さんですかって、え、彼女もいなかった、え、なんでこんな若い女性見るの、え、斉藤ですって、今日集まりがあって来ませんかって、あ、そうですか、行きます行きますって言って行ったのよ。鈴木栄さんっていう人、うちの奥さんも知ってる。それがきっかけよ、きっかけが。だからあれも彼女がいたら行かなかったと思うね。だから彼女がいないっていうのは寂しいんだけど、いないからこそそこに行ったんですね。だから全部ね、起き上がることは全部ね善なんだよ。善っていうか、あ、全部自分に必ずプラスになることだなっていうことはこの頃分かるね、うん、なんであんなことがあんなことが考えてみたら、あれなかったらダメだよね、うん、これなかったらダメだよ、ほとんどそうだもんね。導かれてるんですね、うん、それはね、だから神の演劇一番好きなんです、はい、運命自ら招き、境遇が自ら作ると、人生は神の演劇、自分じゃないんだよ、神の演劇に自分が乗って、ただ自分が主役ですよって言うでしょ。台本は神が作ってる、俺の台本は主役になってるんですよ。だそれをね、この頃感じたらね、何が起きても怖くないっていうか、うん、あるね、それはね。だから長くやってほしいなという倫理は。じゃあ最後にですね、まあ若い経営者に伝えたいこと、うんうん、っていうのは何でしょうか。私、経営者に、若い経営者に、はい、やっぱり経営の目的を持つということね、うん、お金が欲しいってこともまあいいんでしょうけどね、やっぱり目的を持つ、そして自分を信じる、そしてやっぱり好奇心を持って、学ぶということかな、うん、でそのためには倫理を学ぶようになる。倫理を勉強したら成功するわけじゃないんですよ、うん、倫理は成功する勉強じゃないんですね、ね、幸せになる勉強だから、うん、だから300人いる社員なんてのは、あの社長なんてのは出店パッといっぱい知ってますよ。で5人の社長なんかうわわしてるよね。幸せって何かっていうこと、うん、よしっかり学ぶってことだ。だから今言ったように目的を、経営の目的を明確に持つということと、うん、それを絶対できると自分を信じるということと、そのために何を学ぶかということだね。だから知識も学ぶ、行動の仕方も学ぶ、ネットも学ぶ、倫理も学ぶ、どんどん好奇心持ってやったらいいんじゃないですかね。僕はそう思いますね、うん、はい、もう時間となってしまいました。短いですがありがとうございました。最後にじゃあ一言、1時間やってみてどうでしたか。そうね、こういう話できて、ちょっとあの工藤先生の前では僕ちょっと緊張しましたけどね。いや、ものすごい勉強会、僕ね、あの見てんですよ、ネットのね、すごいなと思って、それから鶴瓶さんのこのずっとこう導いていく、すごいなと思って、プロだなと思いましたね。だから正直言って声が今日かかるとは全然思ってなかった、うん、顔で判断しないでありがとうございました。僕は言うセリフだ、今日本当にありがとうございました。いや、嬉しいです。また機会があればね、あの参加したいなと思ってるし、少しの皆さんにあの倫理をまた続けてやってみて、信じてやってみて、必ずそうなります、僕の経験で、うん、気がしますね、
ありがとうございました。ありがとうございます。いえいえ、工藤さんお願いいたします。はい、お疲れ様でした。もうね、初めて出会ったの松井さんと会った約20年ぐらい前なんですよ、うん、で以来なんかね、倫理についてとことん語り合える先輩いそうで結構いなくて、僕にとってそういう先輩なんですよ。だから今回こうやってね、ご一緒させていただけて、あんまり僕今日喋んなかったじゃないですか、はい、もうとにかく聞いていたくて、ね、いや本当ね、楽しい時間でしたね。ね、増井さんがおっしゃった通り、本当に倫理ってね、付け焼き刃でちょっとかじったからって分かるようなことではないので、うん、本当5年10年20年とそういうタームで、で振り返ってみたらちっとはまあ人間になってきたかなぐらいのものだと思うんですよ、うん、だから、長い会員になっていただく方が増えてくれたらいいなっていう。やめないでね。あと2人の共通点気づいてます、うん、2人とも隣婚なんですよ。倫理がご縁で結婚してるんです。そうね、で苦難感とはちょっと違うんでしょうけれども、私結婚するにあたって決めたことが実はそこから変わったなって思ってるのがあって、言っていいですか。はい、妻の意見は常に正しいって決めたんです、うん、あと妻の希望が最優先、これ決めたんです、うん、そしたら全部うまく回ってるんです。何なんだろうって。だから僕の考え方と違うようなこと、当然なんでこんなことなのってこう突っ込まれることあるわけじゃないですか。昔の私だったら、いやこれはこうこうこうでねって理路整然と論破できる能力は多分僕あるんですよ、中途半端に地頭はいいので。だけどそうじゃなくって、うちの嫁さんがそう言うんであればそうなんだろうなって思う僕を作っていったんですよ。そしたら全部が回るんですよ。そこまで新旧言ってないな。いやいやいや、僕これもし倫理で結婚しなかったらこういう考え方はできなかったんで、倫婚もおすすめなんでね、ぜひカメラどっちかな皆さん倫婚おすすめですよ。そう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 、ね、倫理でね、お嫁さん見つけてくださいね、うん、あ、倫理で亭主見つけてもいいんですよ、ね、ぜひ、ね、そうですよ、ね、11月の講話が、うんうん、テーマが結婚ですもんね。結 婚、 で、結婚について11月喋りますんで、ね、私ね、はい、ありがとうございます、はい、短い時間ですが今日はありがとうございました。この後懇親会でたっぷりと、はい、話せなかった話をしたいと思います。今日はどうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。